じゃあ、これからね、皆さん、え各視点で放送してますので、各視点見てください。ここは紙視点でございますので、すべて役職公開でございます。え各視点は、えー、役職公開してませんので、えー、そちらでそっちの、そのプレイヤー目線で楽しんでください。そして、えー、ツイッターでいろいろと書いていただけると助かります。えー、必ず、スラッシュ、角、え、山、ー、人郎でれそれでは、能力者のプレイヤー皆様を起こしてまいります。まずて書いてください。騎士の方からみんな喜ぶんでね。お願いします。騎から起こします。 てもね楽しい人たちばか生地の方、ビデオの開始、マイクロビュート開始をお願いいたします。板山さん、あなたは記事の能力を持ちました。なるほど。連続して同じ人を守れないっていうルールと、あとはサイコキラに対して能力を行使使ってしまうと、自分自身が死亡してしまう可能性がございますので、お気をつけください。お丁寧にありがとうございます。分かりました。では、頑張ってください。お願いします。では、続きまして。 占い師の方を起こしてまいります。ういう占い師誰でしょう。<laughs> う占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。はいはい。そ,それでは孫さんあなたは占い師の能力を持ちました。はい。では最初の夜時間では人狼ではない方を一人お伝えいたします。誰や？人狼ではない方は伊藤さんです。ま <laughs> あま <laughs> あまあわかりました、ね。はいはい。キシに支えます。頑張ってください。 あスナパイさんよかったなお疲れ様です知ってる <laughs> かなり最大みたいなこいつ <laughs> スナパイやってるわはて闇の霊媒師の方を起こしてまいりますよくス,スナパイ知ってるってすごいあいまあスナパイ好きそうだ、ね、闇の霊媒師の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますさあ闇霊それではケンジさん <laughs> あなたは闇の霊媒師となりました <laughs> なあなた自身が 投票によって処刑されてしまうと、騎士を道連れにしてしまうという能力なので。頑張って投票で死なないようにしてください。わかりました。マイクの設定変わったんですけど、大丈夫ですか。聞こえます。<laughs> 大丈夫です。黒人さん、どうでしょう。え、もう一回喋ってください。お願いします。あ、ケンジです。あの、マイクの設定変えたんですけど。完璧です。素晴らしいです。あ、ありがとうございます。はい。はいそれでは、頑張って。くださまはい。はい,いいですね。 <laughs> マイクチェックした後に違うマう。では続きまして,イて、ね、サイコキラーの方を起こしてまいります。<laughs> そのマイク使ってくれるやろこっちもチェックした意味があるんですよ。違うマイク使って、ね。サイコキラーの方、<laughs> ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。オッケード。それではフードさん、あなたはサイコキラーの能力を持ちました。喜んでる喜んでる。ありがとうございます。なんか頑張ってください。なん,いなんかあるぞ。

最初の夜時間では60秒間、それ以降も60秒間再現できる。あ <laughs>、このシーンは隠すつもりないもん、魚さん。あのね、<laughs> 作戦会議可能となっておりますので、<laughs> はい、それでは作戦会、ギョスター、トしてくださいどうぞ。<laughs> ん初めは闇の霊媒師で出てほしくて、はい、わかりました、はい、闇の霊媒師で出るとなんか最初にしかもなんかシーン取るっぽい言葉があって貫、はい、さんこれ闇の霊媒師って死ぬと騎士が死ぬってことはサイコギラーと人狼人狼が残っちゃうからこれ出た方がいいですよね的なこと言って出ると。 めちゃくちゃ村のことを考えてる闇の霊媒師に見えるんだあなるほどそう闇の霊媒師が死んじゃうと最コキラー人狼人狼が残るから騎士がパッて死ぬから、うん、だからいきなり RPP っていう状態になっちゃいますよねよく考えたらって言いながら出るとあそれ時のめっちゃ本物っぽいわって俺があ言ってくからミキさんに聞いてちょっと闇の霊媒師出た方がい<う>い,いんですか,いいですかっていうふうにちょっと出す出すんでそれで出ますわ あそれあー、その意見が出てくるのって、新っぽいよねって言うから、<laughs> 頭は打倒の抜きシなんですけど、<laughs> それで <laughs> もう一人の闇の霊媒師っったら、騎士まで死ぬから勝ち。オッケーで、俺は潜伏する、だから、かりました最後キラーが裏に出てくれたら嬉しいぐらいで、頑張りましょう。 それでは作戦会議終了となりました頑張ってくださいさあそのままラジコンやってくれるでしょうかあの壊れてますからねあの基本的にそのまま動けない可能性ありますからそれでは皆様をお部屋からお戻しいたしますし第一戦目開始です楽しみしましょう東大行ってますけどね別に演技の勉強はしてませんからええうさんくさい猿芝居とかね大根系だ恐ろしい夜が明けたと思うんでら ビデオの開始のみをして戻ってきてください。時きガンんむしして、もうすぐ潰しんだ3番、ケンジさん。4番、大抜きさん。5番、板山さん。6番、時戸さん。7番、ガチくん。8番、フードさん。<laughs> 9番、孫さん。以上、9名生存です。 それでは1日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除お願いいたします。それでは話し合いを4分間で開始してください。<laughs> うん、どうぞ。 何やねん、その、鉢巻き。これだ、オッケーオッケー。大丈夫。はい。はい。バレだとオオドキシェル。はい。ってことは、その二人は対立ってことかなそうだよね。一応そう俺、バレだと林県領もある。初めて見たら、初めて見た。俺も何かしら役職を持ってる可能性が高いってことそれはでかいな、情報として。おきさんとうん、時道が繋がってない。うん。これ大きいわ。絶対そこまで考えてないでしょ。

ー。いいんですかねこういう場合って。ただ、っちが仮にもなる。強そうだけどな。例えば、あれ、俺、さんじゃないですけど。あ、それ、あれ、あれ、が釣られ、るとあれ、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 ちゃってあれ、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  闇の霊媒師は絶対出てほしいから、時の,はそのケアで出たなら心っぽいなと思ったけど最悪でも、最悪でもつられかけたら俺出た方がいいと思ってる。 最悪でもね。うん。なくてもね。ちょっと今。次の日が、次の日が最高人のになっちゃってる。いや、早くも肉ちんのペースになってるのちょっと怖いんだけど。武田さん、武田さん。孫も、そう言って、ってこと孫さんもなんかね、俺もペース、やめればいいし。やめれ。やめれ。やめれ。いつものあれやろうよ。CEO。CEO してみましょうよ。どうぞ。CEO してるわ。やっとりない人がやりましょうよ。何、誰か行って他に闇はいないですか、闇は。じゃあ闇に近く。裏、裏とか言ってもいいんじゃないですか。

ローラされなすね蔵い師の方に出る確率が結構少なくて、一獲しちゃうパターンが結構あり、でその時にあのレンガミで大体もう死んじゃったりとかするから。でも、一角強くて、絶対死ようん。まあ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 。いや、でも、まあ初日に噛まれるとかそういうこと。そう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 。まだもう、お騎士がいるでしょ、お騎士が。

なんていうんかな、そのアドバイス的なのはちょっともしかしたら人狼に向けてのアドバイスかもしれんすよ。<laughs> 人狼に向けてのアドバイスかもしれん。ちょっ,ってない、<も>大丈夫相方に向けて。もうちょっと俺は今、これ匂いましたね。それでは、話し合いが終了となります。さあ、これ何も出ないってことは孫が売らないっていうのは結構透けてますね。 それでは、ただいまから投票のお時間となります。ます投票のお時,時間ではやや、えー、誰かに対して1分間質疑応答することが可能となっておりまして、ててね、番号順ですね、最初の、えー、1日目は、一番、るおさんから番号順に投票をしていただきます。また、投票数は、えー、お名前の横に、えー、数字でカウントをしておりますので、えー、そちらの方の数字を信じていただければと思います。それでは、るおさん、どなたに質問されますかしゃべり始めたら自動でタイマーが動きますので、そのまま始めてください。 じゃあ、抜きさんで。お、抜きさん来た。はい、はい。お願がうございます。こなんか、この僕、僕多分占い師最初出なかったパターンって全然経験ないんですけど、うん。こういう時ってこう、何を、 きょうかと今日は闇の霊媒師を絶対釣らない方がよくて、なん、はい、でかっていうと、さっきなんか口車とか言われたけど、闇の霊媒師を、じゃあ、例えば、剣術釣っちゃってシ、シーンだった場合って、がところですよねそうそう今う人間釣っちゃったら、はいはい、明日時のが例えば人狼かサイコキラー、人狼が2人残るから、3対3になっちゃうから、はいはい、闇の霊媒師、シーンを釣ること以外をするべき。 怪しい人とかね。っていう話をしてんのに、口車、口車とか言って無理やり俺をねじ伏せようとした人の中に人狼がいいんじゃないと思ってるこれがうまい黒塗りってやつですね。俺は村のための話をしてるから。大貫さんの黒塗り。その辺がガチ君とかフードとかなのかなって思ってる。戦ったところで全然悪くない。その辺かな。孫は人間っぽいなと思った。ちゃんと、こう、人狼の時だったらこうっていう意見だったから人狼じゃないのかなって、孫だけは人狼じゃないと思っ それではナルオさんどなたに投票されますか。うーんまあじゃぬきさん信じてじゃあまあ、とりあえずじゃあガチ君でいきますか。ガチ君でお願いします。<ー>ガチ君に一票目が入ります。さあいいですね。では続きまして次はゴンタさんさどなたに質問されますか。はい。フド君これあれですか。これ噂の黒塗りですか。 黒塗りされましたね。だ <laughs> から、まず、ぬきさんは、えっ、ー、とね、雑に最初黒を作るらしいです。うん。<laughs> 初日にすごい喋って、後半あんま喋らないと、結構怪しいっていう情報はキャッチしてます。うん、今日は結構あの塗ってるなっていう感じなんで、2 <laughs> 日目に1回目ちょっと期待していきたいなそういうのちゃんと見ていこうかなと思って <laughs> なるほど。いや、正直言って今、闇の電話師2人出て、僕は、うん、ケンジさんの方がシじゃないかなと思ってるんですよ。 にあ、俺は分かんなかった。いや、俺はもう全然一緒っすね。あ、本当っすか。そこ全く分かんなかったっす。なんなら時堂の方が俺はちょっとあの飛び出してきたんで、うん、あるかなと思ったぐらいっすね。うん、なるほどです。いや、えフード君のことを怪しんでるわけではもちろんないんですけど、ただ、えっと発言的に、あ、風ー君、ここから入ってきそうな。あなたも大貫さんの意見に乗るんですか二人二人揃って。 あなたもですかあのね、僕、長いものに巻かれる主義。それでは、ゴンタさん、どなたに投票されますかフードくんでお願いします。フードさんに1票目が入ります。では、続きまして、3番、ケンジさん。どなたに質問されますかさあ、ゴシンケンジ、どうするあ、じゃあ、孫で。孫に来た。はいはい。あ、一応、俺、なんだっけ、あの、抜き刀やるの今回初めてで。 あのーまあ、一応、ちょっと最初はやっぱり、抜きの言うことを一回信じてみようかなと思ったんで、うん、抜きが白出しをしてた孫さんにっていうところで、うん、でこれでもし、これもうめちゃくちゃにやられたら、俺はあいつはもう信じないんで。<laughs> <laughs> 一応、大貫の言ってることは俺は間違ってないと思ってる、俺は。その,、うん、その大貫に言いくるめられるとか、そんなんじゃなくて、うん、単純にその言ってること自体は俺は正しいと思ってる。そうだよね。だ俺もなんか理屈として、確かにそうだよなと思ったから、うん、ちょっと慌てて手あげたんだけども。今 孫的にちょっとうす怪しいなと思ってるのって誰ってえっと、成尾、ゴンタ、えー、あ辺りが怪しいと思ってて、新霊媒師の方だったら、えー、あんた、霊媒師の方だったら、時戸の方が怪しいと思ってる。えっ、ー、と、成尾、うん、はまず占い師出ようよ、使用しようよっていうふうに促してるところが、ちょっと人狼っぽく見えたかな。で、ゴン太に関してもお同じ感じ。その二人はちょっと怪しく見えてる、<ー>正直。なるほど。<ー>ああ、さすが、素晴らしいです。ありがとうございます。そうですね。はい。はい ででも孫は占いいっぽいですねすそれではケンさんどなたに投票されますかじゃあここは散らす意味も含めて、えー、とじゃあ成尾くんにいきます。成尾さんに1票目が入ります。では続きまして4番大貫さんどなたに質問されますかあーあんたフードで。はいあフード人間かもしれないと思ってちょっと話しかけるんだけど<お>さっき、うん、俺は孫には俺の説明通じたと思うけどフードに関さっきあき伝わってます。 伝わってんのちなみに、えっと、ガッチ君は、あの、ぬきさんのこと否定したんですけど、俺は否定してないっす。あの、ちょっとらなんかその、騙されるな、みたいな感じ。うん、クローズしるん合ってる言葉を言ってるけど、騙されるなよっていう話をしました。うん。だから、匂いとかじゃなくて、うん。だってもう、 もう1番と2番の顔見てくださいよ。いきなり従ってるんですよ、<laughs> あ<の>でもう。これが問題だろって言ってるんですよ。てか、普通にフードと孫にだけは通じる話をしてると思ってて、孫には通じたのに、フードに通じてないのに違和感があったから、いやいや、全然通じてます、あとえあと、えあと新占い師がいる状態で、新占い師は意図があって隠れてんじゃないのって話をしてるのに、うん、ガチ君が仲間に対してにって言ってる意味が分かんなくて、このレギュって新、新占い師が絶対いるのに、 占い師に意図があるんじゃないって話をしてるのに、その言ってるガチ君の言ってることがよく分からなかったからガチ君はほぼ人狼じゃないかと思ってます。僕もそうです。うん、それでは、おめえも犬じゃねえかおめえも犬じゃねえかい 2>, に !2 票目が入ります。<laughs> では続きまして、5番、板山さん。どなたに質問されますか任さんで。あさあ、格言を待の頑張れはいはい。えっと、なんだろうな。まあ、ちょっと雑に苦労を作るみたいな話が出つつも、うんうん、まあ、 じゃあさん白だっていう俺ちゃんがちょっと言ってたのもあって、うん、俺もちょっと白くみたいなってもあってまてえっとその大貫は多分まああ,のある程度もう人狼が慣れてるからあえて自分からその白と黒をはっきりさせるっていうのがとりあえず仮の状態で言うのは俺はすごく村にとっては情報が集まったりとかするからいいことだと思ってる逆にその誰が白いとか誰が黒いとかって言わないやつの方が俺はあのー、ごまかしてるように見えて人狼に見えるかな、ね、なるほど、ねうん。 とりあえずあのちょっと涙立てせで、うん、みんなちょっと動き出してるなっていうふうにちゃんと見えて、うん、で俺はちょっと占い師を釣るのはやっぱよくないなと思ってるから、うん、占い師っぽくない人を行きたいなっていうのが、ま、そもそもあってその中でもやっぱしまあもうちょっとこの展開でやっぱ成尾勝ち君はちょっと黒目に見えてるかななんて俺は思ってそうだねうんありえると思うよ はいはいそれでは板山さんどなたに投票されますかそうこれは鳴る尾でいきます鳴尾さんに二票目が入りますこれで話しかけないやつむちゃくちゃ怪しくなりまし、ね、では続きまして六番の木さんどなたに質問されますかゴンタさんではい怪しいです <laughs> お願いしますいいえっといい早くもやはりぬきさんが存在感を出していて非常に怖い場になってるんですが どうですかゴンタさん目線で怪しい人はいやもうそれガチ君ですよひひいや俺もねガチ君になっちゃってんですよそれを2票の前ずっと生きちゃったもんだってどうおっしゃってるのよさすがに圧迫食らってなるおはどうすか俺そんなに怪しく見えてもそれはなるおはなんかあんまり怪しくは見えてないんですけど孫さんからご指摘があったじゃないですかはい僕の意見ですよ僕の意見は裏、はい、い師が出て 占い先を言ってもらった方が僕は楽なんです。どう考えたの減るか。ノーデータで他の人から行くように、初日ってノーデータじゃないですか。はい。だからデータが欲しいんです。僕は信用して欲しいと思っちゃうから。前やった時に2日目まで占い残れたら熱いなと思いました。まあ確かに。まだ誰も出てないしね。そうなんです。対抗が出てるんだったらまだしもね。うーん。確かに。わかりました。あざます。冷たくない、冷たくない。 それでは時堂さんどなたに投票されますか。あーっとガチくんでさあ時堂は三票目がはい。しとしてはちょっと厳しいかなとうう。じゃあ続きましてな番ガチ君。ただ時堂さんでされるのが一応使えますね。普通だったらありえないんですけどこの、はい、投票は。さっきフードさんがその抜きさん対策でまず黒にするっつったじゃないですか。うん、でその次が味方守るっつって孫さん守りにいたじゃないですか。うん うん、それも結構さっきの攻略であるんかなと思ったのとで俺がその占い師の,あの否定っていうかしたのはもうこうやって占いがもう潜ることを多分前提としてやっとってで潜った時にどうやって出た方がいいんかっていうのを貫さんがちょっと言ったんかなと思ったんですよそれはあるだ<け>あの正月集まりそうなところにとえっと占いで出てしろって言えばいいみたいな感じで言ったけどちょっとそれはその潜った人狼が占いでもし出るんだったらそういう言い方した方がいいよっていう言い方を あこれしたんじゃないかなっていうのを僕思ったんですよ、うん、教え,とえガチって占いではない僕占いじゃないですあなるほど占いじゃないか、はい、でもしやら抜貫さんが黒だったら他をね黒塗りすることによって自分の防御力上がるっていうのはあるから、はい、まあ全然そう,そのうんそこは一応見てるよ俺もで僕は孫さんかなるおさんが占いだと思っ,とっててえー、っと結構占いに対してすごいあ,あの意見に通ったのがもう孫さんとるおさんで孫さんは普段だだったら多分出ますそれでは ガチ君、どなたに投票されますかいや、フードさん。フードさんに2票目が入ります。では続きまして、8番、フー,フードさん、どなたに質問されますか孫さん。で。はい。 いや、俺入れられたから、ガチ君殺したくなるんですけど。<今> <laughs> なんだ<か>、ね、ち,ちょっと今の意味不明だよね。なんで入れられたちょっと待って。なんで入れられたのいや、俺が、ナルオに入れたら、孫さんが俺に入れると3票になっちゃうんですよ。うん。だから俺、ガチ君に入れないと死ぬんですよ。死ぬ可能性があるんですよです。まあ死ぬ可能性は出てくるね。そ,それをするって、 何なのかなと思って。いや、ガチ君がフードに入れる意味は正直言って俺全くわかんない。入れるんだったら自分が死にたいんだったらナルに入れるい。ナルオっすよね。そう。ってことは市民なんだよね。だから。役職もない。人狼でもない。何なのかなって。 でも入れる理由さすがに俺、生きていいすかすみません。俺、いいすか入れる理由お前、自由にしていいよ。自由にしていいよ。俺、死ぬ可能性はあるでお前の都合で、だからお前村人だったら死なない方が俺はいいと思う。あの、次のこと自体が、余裕が基本的に1個しかないから、村人なんだったら、あの、基本的には死なない方がいい。やっぱガチ君下手じゃないですかあのね。適当なこと言って取りします。フードさん。それでは、フードさん、よくある。どなたに投票されますか うまいですね、フードさん。市民確定と分かって入れましたね。フードさんどなたに質問されましたますかうんと。うまいですね。人狼じゃないってのは分かってました。人狼だったら絶対ならないってかなはい もうガチ君確定してしまったわけなんだけどもいやあの俺成尾さんじゃなくてフードさんに入れたのは、うん、俺成尾さんか孫さんが占いだと思ってるけ、うん、入れたくないんですよ成尾さんなるほどなるほどじゃあまあガチ君の目線から見て怪しいと思うのはやっぱフードだったっていうだけまあだけど、まあ、今って誰が役職持ってるか分からんし、うん、もう自分が思ってる人以外にとりあえず入れて僕も生き残るんだったら、うん、まずフードさんに入れた方がいいなと思ったんですようん,うん、うん、結成になった時に、うん 成尾さんか孫さんが俺は占いだと思っとったけ、うん、そこに入れるよりかはまだ役職がにおっとらん人に入れて決戦になった方がいいなと思って俺はプロさんに入れました成尾占いだと思う理由はだけそのまあ占いが俺だって出てくださいっていうにおわせをしたところ、うん、はいはいはい,はい,はい、はい、で孫さんがそれに対して結構突っ込んでこの中で占いに対して突っ込んだら孫さんと成尾さんだけでその二人が占いの役職を持っとんじゃないかなって俺は思っとって <laughs> でかつ大貫さんが孫さんを、えー、その守ろうとした ちょっと白いな、ガチ君ちょっと。あの僕まあいいや、まあ僕でも村村人です。あなんかシールあるんだと言って。いやないです、僕村人なんで。僕は親戚それでは孫さんどなたに投票されますか。うん。正しいこと言ったところで勝てるわけじゃないですかまあ確定なんだけども一応ナローに入れとく。ガチ君はめちゃくちゃ正しいこと言ってましたね。ナロさんに三票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは七番。 ガチくんです。では、最後に遺言をお願いいたします。はい、えーまあ、さっき僕の投票が不動産になったのはそういう理由で入れました。で、その流れを作ったのはえー、まあ、大貫さん、そしてまあ、大貫さんかあとゴンタさんですね。ゴンタさんも結構そういう風な流れにしとったなっていうのも思いました。 でまあ、そうな結構そういうところに気づくのは孫さんとかなんかな、フードさん,、まあ、ドさんはちょっと分からんかもしれなかったけど、孫さんは結構そういうところ気づくんかなと思っとったんで、僕はまあ大貫さんと孫さんは結構怪しく見てます。孫100%かもじゃないですか、はい、僕、だったら絶対噛みます、ね、僕村人なんであの、ちょっと不利になるかもしれませんが、明日も頑張ってください。お願いします それではガチ君はビデオの停止し、マイクのミュートをお願いいたします。すね、ガチ君を処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存しの皆様はここビデオの停止を押してください。ここまで孫確定してるんで、騎士も多分守る、ね。それでは皆様、おやすみなさいませ。あちょっとそこですよね。騎士も入りそうな感じなんですよね。まぁ、あ、成尾が占いなわけで、成尾だったらもう我慢できず言っちゃうと思うんですよ。投票が入った時点で、まあ。言うチャンスはなかったんですけど、誰も話しかけないんで。 時々の話しかけなかった理由が、すごく後で盛り返されるとちょっと気すそれでは、能力者の皆様を起こしてまいります。ま,まずは、闇の霊媒師の方から起こしますし、ね、闇の霊媒師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。それでは、ケンジさん、本日処刑されたガチ君の正体をお伝えいたします。ガチ君の正体は、 人狼ではありませんでした。はい。それではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします。いや、霊媒ローラーもう一回もできないです。霊媒ローラー。では続きまして。決め打ちじゃない。です棋士の方を起こしてまいります。くッちょブできたとしても八人で。え三、ー、釣りしかありませんので。棋士の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除お願いいたします。はい。それではい山さん、本日どなたをごえなさいますか。はい、いや、これね。 全然分かってなくて、たぶんグッズブ狙うんじゃなくて、サイコキラーを守るのが一番寒いんで、サイコキラーじゃなさそうな人を守るべきかなと思ってます。す死なない方がいがで,で、一番それなのは、分かんないんですよね。分か,ねか分かんないんですけど、<laughs> 一番サイコキラーじゃなさそうだなって今思ったのは大貫さんなんで、大貫さんにします。 おーそれでは本日、大貫さんをごえいたします。じゃあ行かれましたね。これ孫行かれます。たぶん。孫は恋神にするつもりまんまんで行きたと思いますね。潜伏したとこして、して、では続きまして、占い師の方を起こしてまいります。まます <laughs> ただ孫が、たぶんこれ、気づいてると思うんだよな。占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。それでは孫さん、本日、どなたの正体を確認なさいますか 大抜身屋さんです。ああ、大抜では本日 <laughs> 大抜身屋さんの正体をお,使いお伝えします。抜はい、大抜身屋さんの正体は、はい、人狼です。オッケー、ありがとうございました。ただただですよ。それでは見こんなもん突破してくると思いますよ、大ぬい抜きさん。絶対突破すると思いますね。いや孫でしじゃ続きまして人狼の方を起こしてまいります。板さんは守れませんでしたから、選べれば。 一応ピンチです。大貫さんピンチ。人狼の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。それでは60秒間の作戦会議、スタートしてください。どうぞ。はじめちゃん、いい感じきたね。今るいいっす。やっぱり、やっぱり、げよくねるな。孫が多分いらないだから、孫髪でいいと思ってて。やっぱり、なるほど。早いで、あとね、ガチ君の判定は白がいいと思う。オッケー。さすがにね、あれ人間っぽすぎたから、人狼で言うとはじめが嘘ついてると思ちゃうから。なるほど。そう。 で俺が占い師で出るって、孫が孫がて手白だったからかばってたって言って、はい、ナルオに黒出しするね。うん、で、占い師がもし孫じゃなくて他だった場合、でも俺が先釣られた場合、貫、うん、さん人間だったから、あの時々の判定がね、貫さんが人間だったから、あ,うん、あってサイコキラーだから、俺視点を詰めさせてくれっていうふうに言ってほしい。ケンジは俺のこと人狼って出すから、本物、はい、だから。はいだから 時のは抜きさし白だったから、俺が、俺して人狼が一人も据えてないから、絶対つらしてって言って。俺の対抗の占いを絶対につって。あ、なるほど。そう。はい。まとまった時と、ごめん、時間少ないけど。うん。が、頑張ります。俺が死んだ場合ね。俺の死んだ場合の話。うん。頑張って。ていうか、俺の企業、何も別に。はい。こういう場合は、出た方がいいんですよね。孫で。はい、通りました。じゃあ、本日、孫さんを襲撃。さすが。じゃあ、ビデオの停止、マイクミュートしました。はい。 孫さんそのやり方はね俺ら見抜いちまうんすわ大抜きさんを舐めてもらったら困りますそれでは皆様をお部屋からお戻しいたします大抜きさんはそこは突破するんすわさあこれでもうかなりきついですね占い師がいなくてしかも占い師を乗っ取ると恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました恐ろしい夜になってしまいます1番鳴雄さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください二番ゴンタさん三番ケンジさん 四番大抜きさん五番板山さん六番時戸さん八番風土さん九番孫さんあの初夜でだいたいこいつを黒塗りしようと決めてますもう本日無残な死体となって発見されていた方はこういう方向で行こうって決めてます人狼側は孫さんです 孫さんは、ビデオの停止を押してください。孫さん、やられたって顔してたなそれでは現在7名生存です。皆様、マイクのミュート解除お願いいたします。もこれ確実。二日目の話は4分間で開始してください。どうぞ。も気づいてない。お願いします。お願いします。お願いします。霊媒先行っていいですかあ、いや、霊媒より俺占い師なんで言います。隠けた。はい。はい。さすがっす。さすっす。孫が初手白だから出なくて、人間って変わってました。で、ダルオが人狼。

私は白角、ガチくん白角。ああ、占い抗いいなれてほし。いない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 。孫が占いが全然ある孫が占いが全然おかし。て人間じゃないんだけど。いやいや、だから、ナルオ君の反応的に俺はこれメタかもしれないけど、ナルオんの反応的に俺は大ネさん全然信じない。ああ、ゴンタさゴンタさん今日、犬が犬がゴンタが相方の可能性が高いなと思ってて。 俺がガチ君が人間だったことから、俺がガチ君を、ガチ君0ポイントじゃないって言った時、2人で同調し入れてったじゃん。だから、ナルオ・ゴンタのラインがあるんじゃないかと思ってるから、今もう全然真意じゃないって頑張ってゴンタが構ってるから。同調してるからっつっても、ガチ君自体は2票入ってたのに1票とかって、俺は票入れってか、疑うに値する部分はあったと思う。あ、分かる分かる。情報がないから分かんない。じゃないうん 無理に黒塗ったってこともないしで、逆に言ったらガチ君が白だったから、<え>俺フ、フード君フード君と抜きさんって意外とあるんじゃないかないや。ちょっと待ってて。なんで、ナルオを占ったんですかナルオはみんなに疑わされてたから、ナルオが人間だった場合、みんなの視点が晴れるじゃん。ナルオって一番疑われた人間だよ、<前>ガチ君の後に。だから、ナルオを占う。 うん、だから、ナルオを占うことによって村の視線がすっきりするのよ。ナルオに行くのは自然だと思う。自然。ナルオが人間だった場合って村の思考がすごい耳ざわりがいいな。わかるし、人狼だった場合も村人がちゃんと疑ってた人間だからよくて、うん、だから、ナルオを疑ってた人は人間だと思ってて、それをかばってのがゴンタだから、霊媒師の方にサイコキラーが出てて、どっちかわかんない。死がどっちかわかんない。うん、時ども賢治の死がわかんないから、うんうん、だから俺は板さんとフード人間で、ゴンタとナルオが人狼で時ども賢治の中にしたい。 最高キャラがいると思ってる。ごめん、占い師からこれだけしか言えないからいいよ、村上とおっしゃってあのさ、ちょっと盤面整理したいんだけど、真帆さんは噛まれたっていうのは確定なのかなって俺ちょっといや、確定ではないんですけど、確定。ほぼそうじゃない。確定の守り。確定じゃねえ、そうだー。確定ではいそうって。そういうことか。ダメだ、確定じゃない。世界観があるから。確かに。そうだね。確かに確かに。 でも、ほぼも噛かまれたんじゃないかなと思ってて、昨のうってってめちゃくちゃ人間っぽかったから、そうだよね。え、占いサイコキラーもあるっすよね、孫さんが。いや、ない。えっと、孫さんら占いし、あるとしたら、孫さんが占いし、でも、孫さんが占いし、サイコキラーをやったのはあるんだけど、それしかないから、薄いんだよね。あ、そうだよね。あれ、孫、キャッチ機種で守ったっていうパターンがあるのか。 んあごめんごめん、孫って一番最初に白かったんじゃないのそのスタートする時きの人間って言ってなかったっけ感覚っていうか、いや、でも、あれ、それは出て、すごいこと気づいた。いいよ、いいよ、いいよ。きさん、最初、孫さん、白かったって言ってたじゃないですか。よ白っっててかかたら

それでは本日襲撃されていた孫さんを起点といたします。さあ、成尾、反論しないと。1>, 1番、成尾さんからの質疑応答です。一番るでは、成尾さん、どなたに質問されますか一番分かりました。僕、喋らせてください。つってね、ガンガン喋ゃらないように。初めて。初めてって言ってた。 場をコントロールされてるましょ。コントロールされてる。コネット完コントロールされてる。ですよね。これやっぱこうなんのか。そうっすよね。しかもなんかあの、最初、たぶん、孫さんし、あ、そう、孫さん白なのか。うーん。え、孫はやっぱし白っぽいなと思ったよ。ぽいっすよね。なんか、うん、そうっすよね。で、霊媒も、まあ、時戸さんを、ケンジさん、どちらに背を押しろって言ってるんすもんね。うん。それはガチくんね。あそうか。ああ、ガチくんか。うん。 いや、なんか、俺は、抜きさんの、このなんか、あ、そう、なんか分かった、そう。時間使っていいよ、ここ。いや、分かってないんで、あの、あ、じゃあ分かった。抜き <laughs> さんの、なんか、最初のこの、あの、スタートダッシュ感あるじゃないですか。僕占い師で、みたいな。うん。孫さん黒だったんじゃないですか、ワンチャン。ないっすか孫が黒だった場合って、え、じゃあ跳ね返ったってことワンチャン。普通だったら、ワンチャンっすけど。いや、でもとりあえず、抜きさんは絶対嘘っすよ。 だって俺市民なんだもん。コントロールされますそれでは、成尾さん、どなたに投票されますか抜きさんで。お願いします。大の出方的にはは普通喋ってから言います続きまして、2番、ゴンタさん。どなたに質問されますかそれは怪しいです。えっと、えつと、孫はやっぱり占い師っていうのはかなりあるんじゃないかなと思ったんです。はい。なぜかっていうと、成尾君の反応が、 なんか人狼が本当に黒を与えた時の反応っぽくないなと思ったんですね。特に成く君のキャラ的な部分とも、サイっていうところ、これはまあメタなんですけど、んのいい今まで一緒にや,やらせてもらった時の感覚とちょっとズレがあったんですよ。はいあの、聞いてます、それはの。そので、はい、えっと、フード君はガチ君の白だったじゃないですか。はいはい、で、フード君ももちろん市民でお互い分からずっていうのがあると思うんですけど、うんうん、ガチ君が白って出ちゃって、 以上決め打ち,しちゃっ,たフード君ってちょっと僕からすると怪しく見えちゃうんですよ。決め打ちどころかだってガチ君に2票入れられて、フードは俺の身を守るしかないじゃん、守っていいですよねっていう姿勢だったから、あれはあれで全然、そう、理由があります。んな例えばじゃ、なないって君に入れて、例えば決戦みたいなところでも。いや、そこをちょっとほじくり出そうとするちょっと。 ゴンタくんちょ,ちょっと違う苦しんじゃないなそ,なそれではゴンタさん <laughs> どなたに投票されますか <laughs> どっちな決め打ち盤面なのかなちょっと待ってえー、っとごめんなさい決め打ちですよ次かれたらと終わりですよ三人でゴンザキさいんのやつゴンかフードか時戸行かないと負けです終わっちゃうから時戸組んで 時田さんに1票目が入ります。これ結構うまいで,す、ね、でもそれををきです、ね、では楽しくまして、3番、<杯>ケンジさん、どなたに質問されますか,だかここで黒出されると強いんですよね。黒を先にいっちゃおうとなっちゃうは、ね、で。今、これ、時田さんに入れるのって。 どう、どう思いますあ、距離えっと、うん、ゴンタさん言ってんのは、結構薄いところしか言ってなくて、うん、まず、抜きさんが占い師を薄いっていうのもちょっとおかしいし、うん、俺がガチ君に入れた理由も、俺も決戦投票になって、俺が死ぬ可能性があったんですよ。そうそうそう,そう,そう俺。俺村人なんで、うん、その、それはやっぱやりたくないんですよ。村人で知るのないから。はい、だからガチ君に入れたんで、うん、あれで、えっと、なんだろう、うそのガチ君を倒したって言われたら違くて、ガチ君が自分から死んだんですよね。 俺に入れた時点で。だから、そこで黒人出してくるのは、いや、ゴンダさんはちょっと。潜伏うまい。ん。とか、市民としてもいらないんで、もうみんなで入れたいと思ってます。なんかね、ガチ君も多分あの状況だと、投票せざるを得なかったっていうか、あそこでもう残り5分。けど、だからね。と思うんですよね。あの、ガチ君はなるほど孫さんを占い師だと思って俺に入れたんですよ。だから、一応そこの言葉の尊重は、一応聞いてもいいかなと思うんですけど、出方的にまあ、それは、まあ、間違いだったのかなとは思います。 それでは、ケンジさん、どなたに投票されますかこれは、ゴンちゃんだね。ゴンタさんに2票目が入ります。ええっと、すいません、時田さん、放送の音が聞いたそうです。放送復活させてください。お願いします。以上でさかなさん、お願いします。はい、では、引き続き、そのまま対応させていただきます。では、続きまして、4番、大貫さん、<laughs> なん<で>どなたに投票されますかなン大貫が黒っつってんだろ。<laughs> 黒に入れろ。はいはい うん、やっぱり今までの話聞いてると、イタザンとフードが白いかなと思ってて、<laughs> 明日は俺は今日ナルオが人狼だからナルオに入れるんだけど、ゴンタを占おうかなと思ってます。イタザンどうも、もうゴンタが言ってること結構もう無理やりナルオをご理解で、うん、もう完全に相方にしか見えてないから、そうなのよ、うん。霊媒師の方にサイコキラーが出てて、うんうん、ゴンタナルオでいいのかなと思ってます、うん。もうそれしかないし、どっちかというとモトキドがあのサイコキラーで、うんさんの。 流れになっっちゃったやられてますねーみたいな、なんかもうどうしようもなくなっちゃってるはみたいな、ね。じめが頑張っちゃってる、るケンジのお尻っぽく見えるよね。すげえ分かる。ゴントの顔ああ、もう、伊田さんと完全に思考がしたからやっぱ。 人間だなと思うしフードもやっぱり人間かなと思うからケンジさんあのゴンタクンに入れるのは多分ナルオ黒であの黒出しが出てるからちゃんとナルオに入れた方がいいんじゃないかなって気持ちはねめっちゃわかるよっていうどっちもどっちも人ーだと思ってるからただフードと俺がいったフードと俺とイッさんが入れればいいから時の音も最高だからナルオに絶対行った方がいと思っる大貫さんどなたに投票されますかナルオに入れますナルオさんに1票目入ります では続きまして5番板ンさん、いいんなどなたに質問されますかいいももしてるのはいいなもううやろとじゃあ、フードかな。<ー>はいこれもう結構、状況はこんな感じで、であとワンチャンス、うん、やっぱ孫さんが占い師で、大西さんが語ってたってシーン、ね、そこだけがもう、もしそこを見るなら、ゴンタさんが行くほうがいいんですよ。 もしそこを見るなら。ああ、そうなんだ。だって、だって、えっと、ゴンタさん言ってることはもうおかしいですよ。そうですね。だから、えっと、抜きさんが言ってることが本当かどうか置いといて、ゴンタさんも怪しいっていうので置けるっていう。そこを見るならですよ。孫さんが占い師って俺は見ないから、それはないかなと思うんですけど、もし見るなら、まあ、ゴンタさんから行く方がいいけど、まあ、けど、まあ、なるほど。あそうなのかってことか。そうそうそう、一応すなるほどね。まあ、まあ、まあ、言って。なって思っちゃう。うん。うん。まあ、 どうせ次、ゴンドさん、多分、やると思う。うだね、ただ、うーん。そ,まあそうだよな。ねえ、それで無理だったらもう、きついよね。うーん。<laughs> そうだよね。いや、もう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 、まあ、本戦、本流で、本流まっすぐでいきます。まあ、本流っぐで行,きます行きます。それでは、ザンさん、どなたに投票されますかなるほど。なるさんに2票目が入ります。はい、終わりました。時田さんが絶対入れるので。 では続きまして六番ときどさん、どなたに質問されますか。あまだ二票目か。まだ終わってない。ザミさん。ケンジが入れたいけど。はい。はいお願いします。お願いします。ーえっと孫があのー、占いだった時を追ってる話をしたじゃないですか。時戸から締めたらそこを追うしかないんだろうなって今。いや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 まあそ,そんなことはないんですけどあのー、そこの視線をちょっとじゃあ目線を語って。

使用したときに出てこなかったかってことは、あ、孫さんがし占い師だったと、これおいしいっつって、乗っ取ってるみたいな世界線が、うん、俺はあるかなと思ったんだけど、うん、ちょっと時々からそういう話が出ないっていうのは、ちょっと、うん、でもそうだったら怖いですよねっていう話ですよね。そうくそクソ怖いかなと思っそれでは、時堂さん、どなたに投票されますかえっと、成尾で。成尾さんに3票目が入ります。 では続きまして8番、フードさん、いいどなたに質問されますかまえっと、じゃあ、まあ、時戸かな。はい、時戸で。今の話っって何だったんですか、はい、いや今のは、もしその、その線があったら、俺、ちょっと怖いなと思ってて、うんうんで、その線を追ってそうだったから、そ,のそこ、俺、考えてなかったんだ。あ追ったら、むしろ俺だったから、<え>なんかその。 俺に話しかけてくれるのかなと思って。あ、そうじゃあ、ザンミさんからその線を出したから。うーん、なるほど、なるほど。フードはなんか、それはないよねっていう話じゃなかった。まあ、トータルマンのユキさんがさすがに占い師かなっていうふうには思ってそう、だから、そう。一応さ、うん、その、孫がピンポイントで占い師ってやっぱ、なかなかないけど。その、大西さんが嘘だった場合に、ゴンタさんを、まあ、白とか黒とか言って、まあ、白ってもし言ったときに、 まあどうどう議論していくかっていうのを考える必要はあるなと。まあけど、まあ、そんなかっこい,い方してこないと思うんだけどね。うん,うん。うん。まあだからまあ。もう抜き本当だと思ってるのかな。なるを言って抜きさんの占い次第で結構決まんじゃないかなと思ってる。うん、そんなことはないよな。なるほど。それではフードさんどなたに投票されますか。 フードさん、どなたに投票されますかあ、成尾で。るおさんに4票目が入ります。ましたす投票の結果、本日処刑されるのは1番なるおさんです。では最後に遺言をお願いいたします。はい。えー、あの、まあ、僕、本当に市民なんですけど、まあ、役職もないんですけど、今、占い師で誰も出てないじゃないですか、ぬきさん以外。これ 孫さんが占い師だと思うんですよね。<お>その、まあ俺ちょっとその、ちょっとややこしいことちょっとわかんないですけど、その線を考えていただきたいのと、板山さんはその線を追うどうのこうの言いつつ、別に多分考えてないし、抜きさんのことを盲信してるんで、俺は板山さんと抜き、まあ抜きさんも確定で黒いんですけど、俺白だし、板山さんと抜きさん、これ、 超あると思います。リアルに。ただ、ハイパースーパープレイの、ゴンタさん抜きさんの、ゴンタさんがなんかいい感じに俺をかばいいの、どうのこうのあるかもしれないですけど、まあでも俺は本戦はイタザんさんだと思うんで、うん、ちょっとその、俺絶対これ孫さん占い師なんですよ。おぉ、いいね、いいね。その線でちょっと見ていただきたい。見方はわからないです、僕は。<laughs> さんあたりか確かんで、<laughs> 見方はわかんないけど、見てくいさい。その辺をちょっと見ていただきたいなと。と、あと、 <coughs> うん、となんか雰囲気ですけど、ケンジさんの方がちょっと闇霊,闇霊媒師っぽいんで、僕死んだ時に、時戸さんから僕の霊媒結果言っていただきたいですね。おぉ<ー>。で、いい次にケンジさんを言っていただきたい,何い,い。何でもいいよ。うん。まずケンジさん死ぬけどね。それでケンジさん死ぬん。言ってくれると、うん、良さそう感はなんとなくあるような気がします。いいよ。全然いいよ。 ありがとうございました。それでは、成尾さんはビデオの停止、<laughs> マイクのミュートをお願いいたします。成尾さんを主刑したにもかかわらず、<laughs> 恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様は、ビデオの停止をお願いいたします。<ー>それでは、皆様、<ー>おやすみなさいませ。成尾、ねえー、さん、いいですね。頑張って、自分がは、一旦それを言われた瞬間に言わなきゃいけないですね。自分が言われた瞬間にそれが言えないと、お抜きとかだな、この時間が限られた。 ゲームですとやっぱおぬきになるんでおにきさん分かりましたって言ってもお抜きさんだからしてもういいでしょ。わかりました僕のじゃあ僕が釣られ,れるんだから僕の番です僕が喋らせてくださいちょっ,とバーって言ってそれでは能力者の皆様を起こしてまいりますどっちがリード生前としてますかとではまずは闇の霊媒師の方から起こしますあと孫は占いであることをすごく強調した方がいいです闇の霊媒師の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますそれではケンジさん本日処刑された なるさんの正体をお伝えいたします。なるさんの正体は、人狼ではありませんでした。<laughs> ケンジやられた <laughs>。それではビデオの天使マイクダミートお願いいたします。ケンジやられ、違うの、抜きさんやったらもう二度と。続て。お前は二度と信用しねえぞ、大抜き。ね、今、決意が、決意が限られますね。 棋チの方はビデオの開始<に>マイクのミュート解除お願いいたします今後二度とだっっ、はい、それでは板澤さん本日どなたを護衛なさいますか <laughs> はいフードでいきますではフードさんを護衛いたします <laughs> 2二人死んだ終わった <laughs> <laughs> 3人からのだ2人頭方を起こしてまいります3人からの2人でした終わりです <laughs> 2> <laughs> ってか2二じゃねえか2二か2二だな2二で終わりです人狼の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願い,いたします2二じゃねえ 2, 2> ゃいいねいいねさすがの60秒間どうぞ俺がゴンタに黒出しするからと初めの結果クロダンタ抜きさん死んじゃん孫なんか不安だったわ孫しんかと思ってみたいな演,、うん、演技して <で>かかケンチンが「白」って言うから、はいあ「抜き黒だわあ偽だわ」とか言い出すからそこで初めはパッションで戦ってほしくて、はい、でかむのは板さんかフードなんだけど、はい、どっちか最後キーだと思うの。 ああ俺もそう思う思やっぱ最後かんないですよねだからで俺はじめのどっちかが死ぬんだけど、最後かんじゃった場合、はい、その場合って俺だって死なるから、か、はい、まれたから死んだって言って、そそそうそうそう、剣術釣れるんだ、時のが死んだ場合。俺が残った場合は剣術釣れるし、はい、あ、時野かまれちゃった時のが死んかっ,つってで。俺が死んだ場合、き、はい、さんも権田さん疑ってたし、<え>もう苦労だったんでつって。うん ンタってで,で、板さんがサイコキラーだから最後、板山さんさんかんで、ぬきさん死んじゃったんで、板山さんサイコキラーって知ってます。だから今日合わせましょうって言って、最後今日合わせればいい。なので、板さんから来そう俺らが死んだら板さん。板さんが死ねば、フードがサイコキラー。ー了あそ、はい、ぼうとしてる。それでは本日の襲撃先を。気づいてないいや、気づいてないことです。すはい、こいつ遊ぼうとしてるぞ、こいつ。襲撃されます。 ワンチャンマン狙ってる自分が死ぬこと。時々一人で頑張ってくれっていう、もう俺がお伝達したから最後一人で頑張れよっていうい、大貫を時々頑張れっていうチャンスを与えた時々の,の目立つ部分を、えー。ですが終わりですね。でもまあ結局恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。2番、ゴンタさんからビデオの開始のみをして戻ってきてください <laughs> っ3番、ケンジさん。 四番大貫さんえ、ナメプですこれはだって対抗は死にしかないのでん100%賢治かみますね守,守るかどうかわかんないですけどね六番時戸さん守ったとしても3-3で RP ですから八番フードさん大貫が大先端です時戸が目立ててないんで本日無残な死体となって発見されていた方は今頑張ろうとします時戸意味ないんだけど見ようぜみんなで板山さんです <laughs> 板山さんはビデオの停止を押してください。それでは現在5名生存です。皆様マイクのミュート解除お願いいたします。3日目の話し合いをよ3分間で開始してください。どうぞ。はい。おはようます。じゃあえっと滝さんで。あいゴた。あああ違うか。あ言っちゃったごめん。ゴンたちの終わりです。おう。終わり。え俺も言っていいですか。はい。なるお黒です。ごめんなさい。ちょっと待ってトラブルいました。音が何も聞こえない。 あれあ、じゃあ最初からやるね。そっちの声ごめんなさい。聞こえる。音が全然聞こえないでごめん。あ、今は聞こえる。これがちょっと。あ、じゃあ話し合いはなしでタイムを止めて。か魚止めてください。ごめんなさい。今タイム停止しております。ごめんなさい。申し訳ないです。すいません。今僕の声聞こえますか聞こえてます。あ、大丈夫ですかあ、今、今声聞こえてます。ごめんなさい。本当ません。はい。失礼しました。はい。それでは、え話し合いから再開させていただきます。はい。皆さん大丈夫ですかね はい、大丈夫です。では、3分間開始してください、どうぞ。ありがとうございます。はい、で、占いがゴンタが黒。ゴンタわりですえ、じゃあ、えっと、だって、ケンジさんときときどうナルオ黒です。お前、進化時ときどうナルオ黒です。いや、ナルオ白でした。なるほどね。ケンジが偽だろ、俺、マジケンジが死んだいや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 、やっぱり即時だよもうやっちゃったんだよ。マジか。もうやっちゃったんだよ。 俺、それっておかしいと思うんすけど。だってさ、時々ってさ、ガチ君に投票したよね。俺、ガチ君に入れたはずだよ。で、ケンジさんってナルオに投票してるじゃないですか、最初に。最初にナルオ君に入れましたね。だから、ケンジさんは最高キラー。そうそう、最高。分かんないから。 うちゃんぶれないで大丈夫、大丈夫。勝ちだから、びっくりした。だからなん,ななんていうかなと思って。あ、だから、俺であんまり見たないです。いや、時のが心霊媒師で、ケンジがサイコキラ、ー、ゴンタが人狼だから、ケンジが最初にどこにいてたかは関係ないあ。これ、落ちてる。いや、これ、フードくん。これ、落ちてれば、うん、一応落ちてれば、まだある。うん。なんいな誰だ、ガチくん。 え、だゴッタさんが違うなら、えーえー、ゴッタさんが違うな、えー、ら誰でしょう俺正直言って、俺フードくんと貫さんが人道でお終わっちゃったと思ってるのね。うん でもガチ君がもし人狼だったら、すごい方の説明するけど、2人霊媒師がいて、ガチ君に白出ししてるので、ガチ君は白です。いや、違うんだよ、肩こていや、何で悪かって言って、いや、俺、ガチ君は隠しろですよ。さすがに無理がある。ド君、聞いて、えっとね、まず、これはあくまでも俺の理論だから、ブド君からしたらうるせえって言われちゃうと思うけど、俺村なのよ。 で、俺、えー、昨日の成尾くんのあの挙動を見て、絶対人狼には見えなかっただから大貫さんを疑ったのね。うんうん、で、孫さんが占いっていう線を俺は言ったの。うん、なぜなら挙動が信じられなかった 嘘だよ、あの、抜き算嘘ついてるよって言わないよ、人狼で。あのリアクション俺ないと思う。実際、実際、成尾くんが最後遺言言ってるときに、ゴンちゃんだけがめちゃめちゃうなずいてたのね。だから、ゴンタが俺からしたら、あ、ゴンタだ、成尾くんが白だから、ゴンタがあそこでうなずいてるってことは、え、待って、これ、ケンジさんは、俺がそういうのないよ。俺がそういうの。俺がっていうら俺ジさんよりは俺の方を一応信用してほしいわ いや、俺ですいやでもね、途中まではね、ごめん、時のほうが偽だと思ったね。時のほうが偽だと思ったけど、結果的にマジで死んだったんだって感じ。こんだけやってるよ。いや、でも、こないだより、この間より、陣の時きギブップしなくなってるから偉い。めっちゃ偉い。すごい。こないだ釣ってた時諦めたもんちょっとやるなぁ。フフェスの話してたから。 それでは話し合いが終了となりました。皆様、マイクのミュート、マイクのミュートお願いいたします。ごめん。すみません。マイクのミュートお願い。あれ本当にかっ聞こえてますかいや、すみません。あの、大丈夫です。もう大丈夫。途中からまた、もうちょっとね、PC やろうと、ちょっ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 と、 6番、時戸さんからの質疑応答です。では、時戸さん、どなたに質問されますか今一番大変な時だから、タスクが増えちゃって、ちょっと、ちょっと、ちょっとやめてよ、今忙しいんだから。フードや,やめたよ、<laughs> はい、あ、ゴンドさん、一応声気をつけてください。さあ、そうだ。あの、ミュートは。えっと、どう見てますだ俺はさっき最後ちょっとい言ったんだけど、一応俺の方を信じてほしい目としては、最初に出るときに、<laughs> あの、闇の霊廃止出た方が、 いいのかっつって、率先して、一応場を動かしたっていうのは、えっ、ー、と、言っときたい,い。っていうか、もう大関さん信じるしかないんだけど、うん、俺、もうなんかすごい、よく分かんなくなっちゃってた、正直。うん。も、なんかそれ以外ないんだよね。うん。こんなにクリアに物事が進んでいいのかって。ゴンタケンジが、それをやってると思う<ー>だから、俺、全然整理できてないから、ちょっと。健二さんとか時計堂の意見って、もうどうでもいいんで。<laughs> あ,あ、そうなの <laughs> だって、抜きさんが詩占い師で、黒黒っつってんだから。うん。それを進んでいくか、うん、もしくは、抜きさんが黒なのか。抜きさんが黒で、うん、孫さん占い師っていうルートも、最初、うん、に言ってたルートかそれでは、抜き戸さん、どなたに投票されますかゴンタさんで。ゴンタさんに1票目が入ります。フードがでは続きまして、8番、フードさん。 たケンジさんです。ケンジさん言った。はい。フードなんでだケンジさんって、えっ、ー、とー、はい、サイコですか闇霊廃止です。サイコは、時戸くん。時戸うん。おうなるほど。これ間違いな,いなだって、あの、ここにさ、サイコと黒が2人いたら、もう村負けでしょ、うん、えっ、ー、と、2人じゃ3人いたらダメですね。 だから、なるほど、連れてるんですよ、多分サイコとクロが、人狼が2人いて、あいたら終わりです、終わりです。負けだよね。だから、うん、今って人狼2人か、サイコ1人と人狼1人、違うのか、はいそ。そういうことだよね。うん、なんで、えっと、えケンジさんは、えっと、ゴンタさん入れるんですよね。俺はゴンタ入れない。だ誰に入れんすかいや俺はだから今、抜きか時道にどっちか入れようと思ったんだけど、ただ、 時キがずっと俺最古だと思ってたからこれで釣ると負けちゃう可能性があるね。<え>じゃあ抜きさんしかいらないきさんに入れ。いや今だって黒認定されちゃったじゃん俺抜きに。俺のこと。それではフードさんどなたに投票されますか <laughs> ちょちょちょっと考えさせてください。すいません。大丈夫ですよ。いやフードは自分で言うべきだったがそんな悩むんだったら普通。抜きさんで。あっ大抜きさんに1票目が入ります。 では続きまして2番、ゴンタさん。どなたに質問されますか権ととンタのほが人狼だと思ってるのかえっと、権はい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 。これはもう、フード君にも話すんだけど、フード君に向けても話してるんだけど、うん、えっと、貫さんと、貫、えー、さんの占い結果うんぬんじゃなくていいです。あの、成尾君のあの挙動が人狼だったかどうかっていうところの読みでいいです。ののかいや、だって純粋に俺はもう霊媒師、闇霊媒師で人狼じゃありませんって出たから。 だからもうそこはいいんだ、そこの議論は。俺の中ではもう確定してるから。うん。うん、別にその共同がどうのこうで、ね、ういうのフードからしたら検事噛んでないから。いや、うん、あの、言うならね、あの、例えば、ジン、あの、ぬきさんにつって終わんなかったのよ。あ、終わんなかった場合。うん。終わんなかった場合に今フードをに話してる。俺もう終わってると思ってたから。でも、絶対奈良おくんが人狼じゃない。うん。なぜならぬきさんに専門だからうん。で、 えー、じゃあどこで一応落ちたのかって言ったらガチくんでしょだって孫さん噛まれてるフード先輩じゃないな,ないしは孫さんが人狼で最古噛んだのしかないああ、うん、そういうことかそうでも孫さんはおそらく占い師なんだだからあんだけ占いのことを語って潜伏して次の日占い先行こうと思った <laughs> それではゴンタさんどなたに 投票されますか。大抜きさんで。いや、最後。大抜きさんに二票目が入ります。フードは最後じゃないと思うこれは。では続きまして三番健次さん。どなたに質問されますか。落ちてると思う。なるおかなんかで。いや、なるおかななんかで落ちてると思うから。ちょっとフードくんですかね。フードが目だかマジでわけわかんなくなっちゃったんだけど自分で言って。これはもう間いなくもう抜き。なんでなんで抜きさんに入れようとしたんですか。え？ あ抜きに入れようとしたのは、あのー、もうこれ、ケンジ黒だよってさっき言ったじゃん。いや、ケンジさんは黒じゃないですよ。うん、黒じゃないから。<の>うん、いや、えっ、ー、と、だ俺もそこってすごいよく、本当によく分かんなくなっちゃって、そ <laughs> うだ、ん、なんかほら、これは時童があれだよね、<え>白っぽいよねみたいなことを言いちゃった時童は何なん,なんですか 時のずっと最初から最高最高。市民語り最高二重のなんか、噛まれても釣られてもリスクあるよみたいな形で出てきたんだと思う。最高俺だからな。まあまあ、浮きさん、やっぱ怪しいっすよね。<laughs> うん、だからこれがもしちょっとき、かあ、でもいいのか。もう今更岸とかあれだから大丈夫だ。なんで,で俺の中ではもう、俺が黒認定されちゃったから、えー、今更ここで俺来るって、さっきまで散々。 白っっっぽいよねって,言っててて言くれてたのにって思うのそれではケンジさん、どなたに投票されますかごめんね、ぬきさんいきます。ぬきさんに3票目が入ります。けいでは続きまして、4番、大貫さん、どなたに質問されますかあ、フードで。伝えるかな,るかな <laughs> そうす全然分かんないです、これ。あいや、なんでフード俺に入れたの俺ですか、うん、俺、サイコキラーなんですよ。そうだよね、知ってる。 あの心,心身に見えちゃうよね。分かってる。だから、うん、だから、相方が、え、うん、あの霊媒師って2人出てるから、どうなうかな、うん、と思って。相方がいるんで、うんと、あ、そうなのケンジをかんで、時戸と一緒にゴンタを殺して。そうだね。フード、あの、フードと板澤の最後の二択悩んだんだけど、フードの最後だと信じた。ああ、よかった。うん。だから、時戸が、抜きさんと時戸時戸。 孫がからい。ああ。わかなかったああ、でもね、ゴンタ紙でいいや。ゴンタが騎士の可能性あるから、時のゴンタ紙で、ケンジを釣って終わり、明日。俺お、俺が抜きんやで、みんな。ああ、そういい。や、分かる。上のね、し、そう、に見えちゃうの分かるから、あだから、抜き算どう釣った方が、のンやっ たゴンタ紙で検知した2人で。大貫さん、どなたに投票されますかゴンタに入れます。ゴンタさんに2票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは4番、大貫さんです。では最後に遺言をお願いいたします。<laughs> ああ、遺言か。この演技ができれば。まあ、フードが最高なの当たっててよかったかなって感じですね。孫は占い師として噛みました。 あ時々勝てて嬉しいから、まあ、フードはサイコ語りだったらしょうがないかなって思ってます。でもまあ、それが分かってる全部神筋も説明してるんで。大丈夫、フードはサイコキラーとして頑張ってくれたと思う。フードシェで真摯に見えちゃうよね。結構うまくいきすぎたんだよごめんね、フード。ははははは。俺にかおかしいよね。なぜ。なぜ生きてる <laughs> 最高じゃないと終わってるからかめるだろう,っていう。それではおねがしでしたにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。伊藤さん行くとか言ってめっちゃし勝負すぎだろう。それでは皆様おやすみなさいませ。わえだってまずいだろうっていう。もし伊藤さんさんが最高たらどうすんのっていうのがあるから。いやーいいですね。いやでもまだ騎士まだ騎士の場合があるんで。どうどうするかわかんないでこれまだ言えません。 それではちょっとサクサクっとやっていきます。闇の霊媒師の方を起こしてまいります。<laughs> 闇の霊媒師の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。<laughs> それではケンジさん、本日処刑された大貫さんの正体をお伝えいたします。大貫さんの正体は人狼です。そ、あの真っ黒野郎。了解です。<laughs> <laughs> それではビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。 <laughs> では続きまして人狼の方を起こしてまいりますあーなるよなそうなるよななるよな <laughs> 人狼の時戸さんのみビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは30秒間です襲撃先を30秒間考えることが可能ですどうぞはい私の話をちょっと言わせていただくと<お>えっとまあゴン太さんが騎士の可能性はまだ全然あってで あそこで賢治さんが闇の霊媒師で「しん」で出てきててで俺は人狼で嘘ついて出たんで賢治さんはほぼ確定で闇の霊媒師なんですなのでリスクを下げるためにゴンタさんを噛めばもうキシいないんでゴンタさん髪でなるほど大西さんが言ったとりのやつでしたねそれでは本日ゴンタさんを襲撃いたします ではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします 2>, 2回目ですね,ねもうな,んならもうただワンって言っただけですねそれでは皆様戻してまいります <laughs> ワンって言っただけです <laughs> 恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました2番ゴンタさんからビデオの開始のめをして戻ってきてください3番ケンジさん6番時戸さんケンジは八番フードさん <laughs> 本日、無残な死体となって発見されていた方は、2番、ゴンタさんです。ゴンタさんはビデオの停止を押してください。それでは、4日目の話し合いをスタートしてください。<laughs> マイク、ミュート解除、お願いいたします。ああケンジさんいれます。終わりです。<laughs> はい、ケンジさん、ケンジさんいれます。いや、なんでだよ。<laughs> か、つえ <laughs> ー、大関つえー。<laughs> ーーやべえわ。ーわやいや、俺、俺、ケンジさんが市民だと思っちゃったわ。うん 市民,市民語りして、市民で頭、ああ頭がちく,くなったと思っ絶対そうなるなぁ。そっちを打ってしまったあ。けど、あの、もう、もう俺、あの、天才入れるんで、あの、みんな戻って、あの、みんな戻って話すあ、話す話。あ<ー>、戻って話すか。戸さんはどちらに投票されますか、はい、まさか、ね。ケ事さんに入れます。まさかね。 ケンジさんに2票入りまして確定の2票が入りましたのでケンジさんが処刑されます、はい、では議論の方を巻きましてケンジさん遺言をお願いいたしますいやーさすがの大貫さんですねいや,ーいやー完全にやられましたねうん <laughs> まあこんなこんなやつらをいじめて楽しいのかっていうそういうゲームだわ、うん、いや参りました乾杯でございます <laughs> ありがとうございました この時点で、人狼が生存しておりまして、人狼陣営の勝戦をお願いします。いや、ーんだけど、俺の参りか。マジですごいんだけど。やばくないこれちょっと。やばい。やばいわいや、やばい。ちょっと待ってください。皆さん、じゃあ、魚さんの内訳だけ先にね。お願いします。魚さんの内訳お願いします。はい、まずはですね、サイコキラー、フードさん。人狼が、大貫さんと時戸さん。はじめに、あ取りけばいいし、ありがとう。

確かに、俺、村、うん、っぽい意見いいさし、ーー孫が一番人間なのも本当の意見だから。いや、いや、すごい、ね。いや、確かに、俺も、ま、孫さんを守るという選択肢もあるかなと思ったんだけど、<laughs> うん、っていうのはあったね。うん、ああ。 孫守られたら結構きつくて、<や>あれ通った瞬間に裏切らったから孫、孫はちゃんと大貫のことく、あの人狼って見てました。もう見つけてたっす。孫がめっちゃ喜んだ顔して出てきたじゃん。はい、うん、髪通ってましたねと思った。はい俺のこと見つけてんだろうと思ったけど、髪が通ります。いやー、いや、てか、最後、C をしときゃよかったなミスった。 ああいや本当申し訳ない。というかもう全員が占いじゃないって言ってそうだよね。孫しかないんだよ。うん。このレベルだとね。なるほどなるほど。それで分かったんですね、孫が占いだって。あと全員が投票見れてるから、もう別に俺、まあの黙っとく理由がなくて。 あと、孫がですね、めちゃめちゃ、えっと、ナルオとゴンタにめちゃくちゃ強い意志、占いに対して強い意志を出してて、もう占う気ま々、つる気んまなんですよ。もう、新占い師としての、使命にかられて。使命もうま々だったんだ。使命が出てたんだ。匂いが出ちゃって。それも多分、大きにバレてましたね。いや、バレてましたね。あっぱれだね。ていうか、最キラーが、最高キラーがいるから、やっぱり、言っといてくれないと、最高をかんで死んだんかなっていう。 そういうね、その読みもありますよね。そうそうそう。でもね、潜伏占いも結構ありかなってぶっちゃけ思ってる何でもいいですよ。何でもいいすよ。ありだと思うよ。きつかったよ。占い噛めないから。いや、そう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 。だから、ありだと思う。でも、騎士に暴れてなくて、俺と時キドれにたから、すごい美味しかった。今回の場合はね。ただ、最後は本当に知りたいで俺はからなかったっすね。なるほどね。俺は分からなかった三木さんは、さん孫は占いっぽいから、孫噛んで俺が出るわとか言い出して、え そんな、そんなの通んのと思ったら。お笑い出なくて。いや、多分ね、大抜きとガチくんにしかバレてなかったっていうか、多分結構透けてるんだけど、気づいてんのは大抜きとガチくんだけだなって。あ、フードも気づいてたと思うよ、多分。あ、ほんとえ気づいてなかった、フード。孫が。僕、孫占い。孫占い。あ、ある、あるなって思ったんですけど、ただ、抜きさんが、マジで占いっぽい、見えちゃったんで。そう、フードにはね、こっちのデっタ使ってると。 貫さんの占い VS ケンジさんの何かしんないけど市民で語りでどっちの方があるのか分かってそれだけだ分かってないからすると自分が最後だと分かってるから対抗のし心霊は絶対かんでると思うからかんでないイコールフードはえな何であの人生きてんのみたいなってなっちゃったんだねケンジさんいるじゃんと思ってそう,そう,そう,そうで何かしんないけど貫さんこれ釣れるのこれみたいなじゃあ、うん、一応そっちの方がいいかなと思ったんですけど、うん、あ、でもね入れてくれたから最高だって分かったんだよね あ、あ、なるほど。うんああ。それもある。いや、でも、おもろかったっす。ガチ君、どう、どうでした?。あの、やられましたけどね。な、見事になんか。に。まあまあ、やられたっすけど。うん。 改めて多分俺うまいなと思いましたちょっと。俺ちょっとうまいなて思ってた。俺らと比べてねえだろうなそれ。ちょっと思いました。ガチ君の遺言がめちゃくちゃ良くて。よかったね。すごい真っ白っていうか絶対無駄だなって思えるような感じだったからガチ君の投票から洗ってオール抜きに行ったんだ俺。あ、なるほどね。ガチ君めっちゃ遺言良くて俺らが時々白で出せって言ったんあそこを黒にするのは無理だなっていう。そうでね。 だからルオよりはガチ君に投票してるやつに多分黒が隠れてるだろうなっていうので大抜きに行ったら、うん。 黒当てたって感じ。ガチ君、超白くなっちゃったな、最後。いやー。結構ずれたなと思った。ヒゲ、ヒゲがちょっとしか生えてない人にね、これがね、1を2にするのラスボタンす面見すぎて。ゴンタ、ゴンタ、ありがとう。いつもありがとう。毎度。いつもありがとう。いつもありゴンタ毎度もありがとう。いつもありがとう。いつもありがとう。コンタ、毎度。いつもありがとう。いや、今回はちょっと俺のせいですよ。本当にごめんなさい。いや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 。いや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 。大きいこと勝てたら嬉しい。いや、ね、計画されてた中すげえ勝てましたね。

俺は勝てないんだよ。やば、うん、くないミキさメどこまでメタなの役職すらメタだった。<laughs> まあ、とりあえずあの、<laughs> ケンジと時々が出た時に、もう確実に時々偽だなと思って <laughs> だよね、そうだったよね。これ出た方がいいのかないや、でもこれは一応、家庭の話ですよとか言い始めて。うん、こいつどっちで出るか迷ってんなっ、つって。<laughs> そうな、そう <laughs> 大抜きがちゃんと説明したのに時々 あのこうやって出ないよって言ったのに、時々何一つ喋らず、えっと、こういう時って出た方がいいんだよねって。そう。本にちゃんと出方を説明したのに、初め全くやらない。違いました俺、こういうと最初はうまくいかない。はじめ、闇夜霊媒師って死んじゃうと、騎士も釣られちゃうから、次、RPB になっちゃうから出ますわって言うと、しんぽいの なるほど。でそれで出てって言ったんだけど、いや出た方がいいんすから。一人ごと言ってるから、めちゃくちゃケンジロが辛っぽくなっちゃって、いや全員は漏れだぞ。じゃああの次で使います。アルピキオもう遅いから、一回しか使えないから。いやいやでも大抜きよく。 いやー、よく噛んたね。いさん、孫さん、かっこいい占いでしたよ。いや、これすごかった。いや、俺、乾杯だなって、もうずっと裏で言ってたもん。いや、これ、大抜きうますぎるわ、って。言えてましたよ。ケンジさんどうでしたあの、すげえ信用してたんですけど。どうですかこれからの大抜きに対してど、どんな感じですかケンジさん。あ、もうダメだね。あ、もうダメ。もう何一つ信用しないですかもう何一つ信用も信用ですか俺も。だけ大抜きも。俺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 もだ、ケンジさん。そうだ。俺も。俺もっすわ。 じゃそれで二回戦三回戦頑張ってください。よかったファルプってかかんなくてね。すげえ。ありがとうございました。ええ。すごい。休憩入ります。休憩タイムありがとうございます。はい。ちとめっちゃましちょっと。五分間休憩やります。はい。はい。はい。関係ます。トイレ行ます。ちょっと強すぎるな。いや俺。いや強いっすわ。やばいねこれね。いや俺さゴンタさんが信じてくれたの相当嬉しかったっすけどね。めちゃくちゃ俺はもうあ絶対コンスじゃないと思ったの。そうなんすよ。あんなリアクションなんない。 そう,そうそうそう。うかだから、太田さんだけは、やっと分かてるかなって。いや、俺結構、遺言、抗いましたよ。割と。いやいや、もうなんか殴っ、殴られてないんだもん、だって。弁慶。あ、裏返しに黒って言われた終わりっていう感じに。いや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 あら。なんかね、抗う材料がないなって。 まあまあ、まあまあ、まあ、そう、ね、ちょっと考えたんですよ。俺、タイル、で出ようかなと思ったんですけど、いい絶対勝てないから、逆に黒くなっちゃうんだろうなと思、うんうん、だから、じゃだからなんか仲間を集めてもいいかもしれないね。だって、自分以外仲間がいないみたいな感じになっちゃうみたいな。それ,それって負けちゃうわけじゃんか。だから仲間は集ってもいいかもしれないね。ねなるほどね。いや俺、ね、俺に。余計なこと喋っちゃったんですよあの。ガチ君が隠しを出てたじゃないですか。 と白を引いちゃってるから、これ、大貫さんのこと信用して、成く、うん、君つって、もし、大貫さんに相だったら終わっちゃいますよ。だから、あのー、闇での決め打ちからいきませんって言った方が、多分良かったんですよね、村に。うん、で僕と徳くんの方が怪しいです。でもあの、あの状況、それが通るようには見えなかった。一応、俺の視点から言うと、まあ、俺の視点なんだけど、うん えっとかなり俺にわせてた最終的にガチ君あの真っ白だったガチ君が俺か成尾のどちらかが占い師だと思いますよっつっててで成尾が違うって言った時点でじゃあ孫さん占いの可能性相当高いねからのそこの考慮はした方が良かったのかなとは思ったいや孫さんまずようしろまずはそれだろそこは謝ってから言えそこはごめんいやいやいややってみたかったんだからいいよ 投票を見るために、うん、えっと、その純粋な投票を見るために、一応その隠れてるっていうのをやりたかったんだけど、あと、んご飯、う、まあ、ん,<じ>ん、どうぞどうぞ。 自分が釣られ先じゃなければ別に言わなくていいやっていうのが結構もうも頭の上にあって。そう,ね,そうね。でもね。まさか噛ま噛み先でもあるからね。<う>通してるんですよね。ね噛まれちゃうよな、うん、で、うなあとゴンちゃんからも,もうちょっとやると、ナルオが黒って言われるとナルオのこと信用できるじゃん。はい、でもナルオが、はい、あの態度だから絶対ないから大貫さん怪しいってことは孫さん占い師じゃなくて、孫さんの占い師の濃度を上げる何かを言った方がよかった。 孫さんは占い師として、僕とルオにすごい言及してて、占い師出る,出る出ないについてすごい言ってて、なおかつ怪しいって言ってすごい強い意識を釣り、釣り工房として上げてきたから、あ、これ不新占い師の視点だったんだな、みたいな感じで、孫さんの占い師の濃度を上げる。 そうすれば、そのの思いつかないよ、黒人さん。それを言たらは、もしかしたら。そうか、そうか、そうか。思いつかないよ。結論言うんじゃなくて、その結論のー度を上げてあげるそうそう、結論濃度を上げていかないと、あの、ゴンちゃんがもう、苦マ紛れにいってるだけに見えるから聞こえちゃうんですね。そうそうそう話になっちゃうんだね。そうだ、伊田さんとかもだから、それ今さり言われても無理だよね、伊田さんもずっと言ってたもんね。だからね、なるほど、仲間に見えちゃうんだよね。 そうそそそうう。うああか、それはね、大貫は即行で黒にして、仲間だなみたいな感じで。変な話、俺もそれ言ったらよかったってことですよね。もちろんです、あの黒って言われた瞬間に、じゃあ、待って待ってって、分かった、俺さん、占い師の視点終わりねって、俺、黒だから、俺、釣り釣り候補でしょ、じゃあ、俺に喋らせてって言って、それを全部ばーしゃったら、ああ、これ、なるしようだなってなる。 かっこいい。喋る権利あるでしょ大丈夫です。全部俺のせいです。大丈夫です。ない。間違いない。悪くない。よしよ俺の最後って何で分かったんですか板さんとフードの、あ、いや、最後に投票を入れてくれたからっていう。あ、ちょっとその前、その前、ザニーさん分かんだやつ。んだねフード人間っぽかったけど、板さんの方が人間の思考だった。 ああまあそうっすね。フードはフードはなんかもう乗るしかないなみたいな。乗るしかなくて、最後無理やりねじ曲げようってしてたのがフードって感じ。よくわかるな。何言うんだよ、ぬきさん。何言ってるんですか、ぬきさん。人間だよ、ぬきさん。じゃなくて違う違う違う。村人の思考って意味。いやいや、それぐらいわかりますよ。わかりますよ。 そこからじゃないっす。そこからじゃない。まあわかります。それはわかります。わかりますよ。ナルは思考わかる。わかりますよ。ナルは思考わかんないかな。え、人間っていうのが村人っていうことぐらいわかりますよ。あ、わかる。わかりますよ。そんなのわかりますよ。ねえ、田さんね。だからマジさ、俺すげえ呼ばれるの遅かったからさ、あ、今回村人なんてちょっと一回目頑張ろうと思ったら時々出てきて爆笑だったよ。やっとの魚っつって。 いつかやるのは分かってたんで、開幕くらいの時に一発目でありがたかったっすわ。なるほどね。そうだよなぁ。分かりづらい。やこれでも俺、魚さんメタで言うんだったら多分あれですね。そのなんか一番最初の人数をバッと集めよう的なノリで、うん。きさんときどさん最初に乗っけてくれるってことね。そこをメタすればよかった。視聴者まで考えてないから。てか、ちょっと、魚さんのやり口ちょっと明らさまになってそう、俺多分そうだなと思ってた。

っ、ね、ったら通ったで美味しいしい、ね、でも確かにツイッターで時,、ねうん、と時抜きが人狼で孫占い師だったらおもろいなって検索したよ、魚さん絶対絶対は魚さんのツイッター検索な大抜きだよあなるほどさ,んさっき学んだでしょ大抜きさん僕に黒塗りするんです今 <laughs> あー嘘つくな、抜きさんが嘘つくなん <laughs> <laughs> そ,うそのね黒塗りマジで思ったわほんまに いや、マジさらっとやるからね。で、黒塗りすると、そこを攻めても大義名分ができてるんで、別にあんま、なんて言うの、変な感じ見えないです、ね。あ、でもね、黒塗りっていうか、俺、それ多分ね、レベルが低い時の話で、うん、普通にシンプルに初日って怪しい人と人間っぽい人を探すのは普通の思考だから。てか、やった方がいいと思うよ、俺。孫の思考が普通なん、うんうん、だよ。俺、昔はそうだったんだけど、うん、今は違うね。うん、その、ま、多分、フードのデータは昔の俺の YouTube に出てる5年前とかの動画を見てる人の。昔の戦闘力だ。

じゃあかります。じゃやりますんで、2回戦。皆さん準備は丈夫ですかはい。はい。それでは、2回戦。え、大西さんに騙されないように、皆さん頑張ってください。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。お願いします。はい。それでは、2戦目もよろしくお願いいたします。皆さんはビデオの天止、マイクドミンお願いいたします。それでは、皆様おやすみなさいませ。